ではやってはいけない勉強法、小論文の上手になる方法についてお教えしていきたいと思います。小論文っていうのはですね、独学でいくら問題集を買ってきて自分で書いても意味ないです。はい、なぜかというと、皆さんそれぞれ自分にとって最高の文章を書いてるからです。どれだけ下手な人も、どれだけ上手い人も、芥川賞作家でも自分にとっていいなと思う文章を書いてます。どういうことかというと、文章というのは客観視しなければ上手くならないという、先生にここがダメとか言ってもらわないと絶対に上手くなりません。で、僕自身本をいっぱい書いていて、もう76冊本を書いてるんですけど、僕でさえ他の文章の先生とかから添削されて上手くなってます。で、僕が作家塾みたいなのを自分でやったりもしていたことがあったんですけど、その時も生徒に対してここはこうした方がいいですよっていうふうに添削をします。そしてああそうだったんですねって気づくという、ね、こういう流れなんですよ。文章が上手くなる秘訣はたった一つ、先生から習う以上、これ以外は絶対に上手くならない。常に自分にとって最高のパフォーマンスを出すのが文章なので、誰かから添削されないと無理。まあ添削されるってね、結構こう精神的にきついっていう方もいると思うんです。例えば皆さんがメールをね、友達にした時に、このメールはこの文章はここが悪いとか、ここの手に用が間違ってるとか添削されたら腹立つじゃないですか。それと同じで自分の文章を添削されるってすごく嫌なんですけど、そういう時にいいのがですね、これこそね、通信教育みたいなね、添削してくれるっていうところがあるんで、添削してくれるところに小論文を出すわけです。そうするとここがダメですよっていう感じで返ってくるんですね。で、赤い絵が入って返ってくるので、あ、ここが良くなかったんだ、ここは良かったんだとか、自分の感性と客観的に点数になってるかならないかっていうね、そこの部分が分かってくるので、小論文に関しては僕通信教育好きじゃなくて、通信教育が良くないです派なんですけど、小論文に関してだけは通信教育が一番、まあ、お金的にも安上がりですし、すごい結果が出るので、小論文に関してはぜひね、添削をしてもらって、でこれもね、できればね、高校1年とか2年とかの早い時期にやっといてもらった方がいいです。で、そこでこの先生いい先生だなっていう通信教育のね、添削の先生を見つけたら、その人にいろいろね投げていくと、自分の小論文、そうするとどんどん上手くなっていくっていういい循環ができていくので、小論文に関しては独学はダメ、特に独学はダメ、小論文に関してはぜひ添削してもらって上手くなるようにしていただきたいなというふうに思っております。